ああ、帰っちゃった、普通に。大丈夫？あんなとこに放置して。やばいよ。なんとも言えない圧力。さすがに調査は無理ですね。それにしてもトルッピ君よくあの場に立っていられましたね。裂け目から放出されるエネルギー。あれが不思議な雷として溢れ、キングたちを荒ぶらせていたのでは。まさか神王様が二人いるとはたまげたぜ。おー、これでなんかね、喧嘩する理由もないんじゃない？混合団、真珠団ともに間違ってなかったってことよな。そうなんやな。心よりお詫びする。席に会。ドルピを信じたそなたたちの目が正しかった。いや、そうでしょう。なんで信じてくんないの？ あんな頑張ったのに。そしてドルピ。私の身勝手な一存で、銀河団を追われ、ただならぬ苦悩をさせたというのに。よくぞ翡翠地方のみんなを助けてくれた。優しい。ドルッピ優しい。まあ時空の裂け目をほっとくわけにもいかねえし。で、僕さんも何やら事情があるようだからね。まあ許しますよ。あのボス、神陽神殿の件ですが。いいね、余韻に浸るよりも目の前の事実と向き合う。まさに学者先生って感じだよな。いいじゃん、ロベン。あの後ろの木が揺れてんの気になる。頼もしいな。ドルピの影響か、皆がたくましく変わっていく。よかったな。あんたでなければあのような異変に立ち向かえねえよ。何がよかっただ、バカ。どうやって戦う？赤い鎖は砕けたんだよ。お付き合い、そのことだけどよ。ディアルガ様が教えてくれたぜ。ディアルガってさっきのポケモン？あ、そういう名前らしい。こんなことを伝えてくれたぜ。あ、真似すんの？宇宙は、宇宙始まりの石。赤い鎖。人が作りし器。それらを合わせ乱れし空間を治めよ。赤い鎖ないじゃん。ディアルガ様と共に神殿に迎えてな。赤い鎖はあるよ。砕けたけれど欠片を集めておいたの。有能すぎだろ。マジかよ。人が作りし器とはモンスターボーイのことですね。なるほど。それしかねえよな。だがよ、宇宙始まりの石ってなんだ？え、なんだろう。なんだろう。聞くにならわかるかも。鉱物への理解が深くて、いつも鉱山資源の採掘を行ってるし。なるほど。じゃあ、キクイのとこに行くか。それは心強い。して、ラーメン博士、何か思い当たることは？ある？思いついた。そうです、ルッピ君。怪しい人たちから受け取ったプレートにメッセージが刻まれていると、モロさんがおっしゃっていました。ああ、ここでプレートか。お借りしてもいいですか？ええで、12枚。ん？ 10 枚？ 10 枚あると思う。ここでプレートか。これです。大地のプレートに刻まれた、宇宙生まれし時、その欠片プレートとする。これがヒントになるのです。ほう。どういうこと？プレートに似た性質の石を探すのです。しかも、キクイ君は、モロさんに頼まれ、そうした石のありかに心当たりがあるとは。あるとか。そういや、ウォロのやつ、混合集落でもプレートについて聞き回ってたことがあったな。やっぱウォロ怪しい。なんとかなりそうだね。では、宇宙始まりの石。名付けて、オリジン鉱石を探すのです。オリジン鉱石。かっこいいじゃん。なんで沈め玉の時そういうネーミングつけれなかったんだ。カイ、助けを求めるか？あ、か、助けを頼めるか？オッケー。もちろん、キクイを山頂ベースに呼ぶね。オッケー。あ、キクイがこっち来るのか。どれだけ待てど暮らせど、お招きはないのですからね。椿自ら馳せ参じましたよ。お前はいらん。こいつ役立たねえ。兄貴、椿にも役目をくれよ。リーダーと呼べ、リーダーと。せやな。じゃあ、リーダー。椿にも役目をよこせよ、役目を。こいつ、出会え、応援してろ。せやな。他のキャプテンはキングを世話したり、集落の皆を落ち着かせているぜ。兄貴はバカだな。人には向き不向きがあるのだよ。こいつがバカなんよな。あなた腰抜けではなかったのだな。ずっとそうでしょ。褒美を持っていきたまえ。いわゆる椿なりの激励。言うなれば椿賞と言っていいね。何くれんすか。
スイートトリュフ。うん。スイートトリュフって何に使うんだろう。お、キクイ来たわ。キクイだよ。来たね。似合わない帽子に似合わない大事なお役目。椿気に入らないね。お前より有能なんよ。翡翠の功績は大事な大事さん。それに、早くから目をつけていた俺が大事な場面で働くのも当然。文句があるのでしたら、バサヒーと勝負するかね。やめな。そちらの悪っこいので。やめな。歯は丸ワインをグロ、放電させますよ。痺れさせますよ。いやー、まあ、どっちが勝つんだろうね。怪しいな。椿うるせえな。真珠団と仲良くしてやりゃ。はい。そうね。一大事なんだ、一大事。帰ってもろて。なんだよ、兄貴。神王様じゃなくてディアルガ様の言葉聞いたって。集落じゃ大騒ぎだぜ。もっと堂々とすればいいのでは？キクイ頼むぜ。よし。合点。では、太古のホラー穴に行くとするかね。太古のホラー穴。オリジン鉱石が採掘できる場所に向かおう。おーい。まあいいでしょ。あ、これか。一回見たな。なんだろうって思ってた。なんとも言えない空間だね。ここから世界が始まったような、並々ならぬ力を感じる。キクイどう？あれ何なんだろう。すげえ赤いね。俺の採石の知識と技術、そしてヌメールの技があれば、ヌメール任せてもらうとするかね。ヌメール自分も持ってますか、ヌメール。ちょっと待っていただこうか。うわ、出たお前ら。ここでお前らかよ。だいだい待つ時間なんぞねえんだよ。マジでね。おたけ、お前混合団を抜けて何やってんだ。あー、なるほどね。混合団だったんだ。あんたには関係ねえよ。いいから、宝を掘り出して私、野党三姉妹によこしな。そんな驚いた顔するなよ。後をつけてきただけだからさ。宝のように貴重なものだけど、赤い空を元通りにするためのものだよ。オサが真面目腐ってるから真珠団も息苦しくなる。あ、真珠団だったの？あいつは。団を抜けた理由などどうでもいい。キクイの邪魔されたくねえのよ。こっちも3人、相手も3人。ドレッピアお松を頼むぜ。オッケー。勝負だお松。トキワギと呼ばれる松のように、いつまでも若く美しい長女のお松。それ恥ずかしくねえの？一戦一代の大勝負さ。それ恥ずかしくねえの？よし、来た。ゲンガーと、なんだっけ？サイドン。まあ、いけるやろ。いや、でもサイドンはきついな。サイドンきつい。61。ちょっと変えるか。タクゾいけるか？タクゾいってくれ。地面岩のはずだから、アクアテールが効く。早技するか。アクアテール。よいしょ。普通にやった方がよかったかな。地ならしい。あ、待って、地ならし効果抜群じゃね？あ、危ねえ。ごめん。忘れてた。普通にやろう。アクアテール。ほら！ナイス。ゲンガーね。あ、かわいい。ゲンガー。やめろ！シャドーボールやめろ！タクゾー！タクゾー。ごめんな。ゲンガーは、ルナくんだけど、いや、ルナくん大丈夫かな？体力が、やばそうだから、どうしよう。わさびか。わさびだな。地面、効果抜群だから。こいつ、浮遊じゃないから。悪の波動。まあまあ、ぼちぼちだな。多分、10万馬力でワンパンできると思う。10万馬力。力技。おらー！
よーし、ナイス。まあ、ゲンガーペラペラだからな。ナイス、決着。やったぜ。ま、大したもんだよね。何なの？お、カイロ上がった。あ、タクゾーが犠牲になってしまった。なあ、オタケ、混合団に戻らねえか？俺たちだって変わっていくからよ。その強さで助けてくれねえか？ふふふ。ふん、縛られて生きれたなんて、まっぴらごめんだね。お宝は見逃してるから、真っ赤な空なんとかしろよな。ふふふ。え、何？いいやつなん。ドラッピー、さすがの強さね。あなたなら天眼山にやってきたという化け物だってなんとかできるでしょう。でもさ、次に会ったらタズじゃおかない。覚えておきな。あー。いや、無駄にかっこいいけどさ。ま、今時間ないから。後にしてくれ。だって何しに来たんだよ。みんなの相棒元気にするぜ。あ、ありがとう。助かる。私の覚えているお梅は文句を言いつつ手助けしてくれた。きっと何かあった時のため案じてくれたんじゃないかな。うむ。だったら素直にそう言えばいいじゃないか。めんどくせえな。うん。お、ヌメルド。ヌメラ進化したんね。お前も進化できないんだ、ヌメルゴンに。取れましたよ。オリジン鉱石とやらが。ドルピ持っておっかね。持っとく。ヌメルゴンの進化って特殊なんかもしかして。お、オリジン鉱石を手に入れた。神王様の力を宿すと神話に伝えている。伝えられている。普通のとこにあるけどね。随分とあっさりなんだな。ね。わからないのかね、俺の凄さが。きちんと褒めてください、きちんと。えらい。さすが、キクイ。パサギリが認めるキャプテン。優しいね。とっとと学者先生に見せようぜ。ああ見えてラメンって人、博識だし判断に優れているからよ。確かに。よし、じゃあ、ラメン博士のとこ行こう。ここかな？できたよ。そう。ヨレピ君、これが宇宙始まりの石、オリジン鉱石。確かに宇宙の始まり、オリジンを感じるのです。ちょっと意味が。そういえばよ、オリジンってどういう意味だ？遠い地方の言葉だよね。どういう意味？オリジンってなんだろう？起源とかそういう感じ？元々のって感じ？合ってた！起源だった。それでは皆さん、ことぶき村に戻るのです。あ、ことぶき村戻んだ。ことぶき村じゃないと、なんかできないの作業。お？ラメン博士砕けたけど、鎖のかけらをどうぞ。そういえばめっちゃ今更なんだけど、あの主人公着替えました。元々の団員服にしました。なんかしっくりくるなと思って。砕けていても声だけあれば効果は発するのではないでしょうか。よくぞ拾ってくれたのです。これね。いや、やっぱなんかしっくりくるよね、これね。ドルピ、なんだっけ、そのすごい石。オリジン鉱石ね。オリジン鉱石を渡した。なんでテルに渡したんだろう。命の危険がある中、鎖のかけらを拾った真珠団。宇宙の始まりの石を教えてくれた混合団。丸い器にするのは銀河団の役割です。さあ、テル君、クラフトメイジの力を貸してください。あ、テル君がやんだ。やるじゃん。トヨピ、ちょっと先輩らしいとこ見せてやるぞ。本当にクラフト得意なんだね。皆さんでお茶でもしてしばしの間お待ちください。芋餅食うか、芋餅。お茶しな座りなさあ。学者先生早く出てこいよ。時を大事にしているのではなくて、ただせっかちなだけだよね。そうかもね。座して好転するのはいつまでだって待つぜ。時の大事さを知っているからよ。うん。待つしかね。お、トヨピ君できました。本当に。命名オリジンボールです。残された現象が真実であれば、神王神殿に現れたポケモンを捕獲できるはずです。マジで？そんな簡単に行く？うわ、赤。プレシャスボールみたい。
信用神殿で現れるポケモンを捕らえることができる唯一無二の特殊なモンスターボール。へえ。すげえかっこいいじゃん。不思議だね、モンスターボールって、こんなちっぽけなもので翡翠のみんなを救えるなんて。確かに。ボールでポケモンを捕らえ、互いの距離を縮めるってのも、面白いものだよな。で、ちょっと待ってくれや。また声が流れてくる。来た。ディアルガ出してあげればいいのに。ディアルガなの？ああ。どうやらディアルガ様が力を貸してくれるってよ。マジで。おお、それは頂上の至り。混合団の神王様、改めディアルガなるポケモン、すごいね。ダルピ君、オリジンボールを携え、ディアルガと共に神王神殿に急ぐのです。はい。行きましょう。準備をしっかり整えて、神王神殿に向かう。オッケー。じゃあもう行きましょうか。神王神殿。おぉ。レッツゴー。あ、もう帰った席いるわ。さあ。こんなとこにいてさ、危ないんじゃないの？ことぶき村を守るためには、異物を排除せねばならぬ。お前にしろ、神殿のポケモンにしろ。そう考えてきたが、お前は違うと教えてくれた。戦いに臨む覚悟を決めたのか？いざとなると行きましょう。行くしかねえよ。ドルピア、共に明日を迎えよう。何それ。無事でという願いを込めた混合団のことわざだ。なんかすげえ死亡フラグみたいだったんだけど。混合団もいいこと言うのだな。おお。あ、もう認め合ってるね。何かあれば支援するが、お前には無用であろう。いやいやいや、全員で捕まえようよ。翡翠の人、ポケモンの時間と空間を守ってくれ、ドルッピ。よっしゃ、やるぞ。待ってろ、パルキア。さあ。お、来た。よっしゃ。やっぱこの衣装よな。うおー。そのボールでいけるの？いけないでしょ。あれはオリジンボール投げないの？ん？何？え、なに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 ？は？神殿崩壊。神殿が崩壊した。どうした、パルキア？お、出るかだ。ありがとう。守ってくれたんね。ピリピリしとる。え、何？なになになに？お、お、時の方向？頑張れー、でやるか、頑張れー。ん？え？え？どうした？その、変なの。え、なんか、え、アルセウスと混ざった？え？馬になった。馬になったわね。あー。そういうのあるの？あ、そういうのあんの？沈め玉持ってんだけど。うちょ、怖っ！え、ちょ、やめて！くそかっこいいビジム！やばいやばいやばい！くそかっこいいビジム。痛い痛い痛い！やめて！うわぁ。胸圧展開。さあ、行くぞ！ちょっとやめてくれる？それ見た目どうしちゃったの？すげえ細いじゃん。すげえ細くなったじゃん。ちょ、つやつやつや。つやつやつや。強いよ。もう死んじゃう死んじゃう。死んじゃう死んじゃう。やばいやばいやばい。なんとかなるか。なんとかなるかこれ。やばいやばい。危ねえ。いた！くそ。やられた。ディアルが何も守ってくれねえ。くそ。いや、次はいける。ちょっと今分かんなかったからね、いろいろね。半分いった？半分いったけど、ポケモンで戦うターンはないの？いた！それ、急で分からん。いた！ちょっと
やばいやばいやばい。いけるか？ん？いけるんか？嫌な感じ、嫌な感じ。嫌な感じ、嫌な感じ。いけいけ。いけいけ。なんか急にやりそう。あ、オッケー。あー、危ねえ。危ねえ。やったか？やったのか？お、来た。オリジンボール。おぉ、まがまがしいな、お前。捕まる？うわ、かっけー。オリジンボール。うわ、来た。すげえ。捕まった？捕まった？おぉ、捕まった。うわー、なに？なに？勝った。やったー。綺麗な空。いや、待ってたよ。もう、なんか暗かったもん、外。やっぱ青空よな。よーし。あ、眩しい。すげー眩しい。これで世界が平和になりましたか？いや、なんか帰る羽目になるのかなと思ったんだけど、まだここで旅できんのかな。ねえ、捕まえたの？捕まえたんだよね。捕まえたよな。捕まえたんじゃない。捕獲成功です。オリジンボールに収まりました。さすがドリッピ君です。来た。お。自慢の後輩だ。天目泣いてんのか、お前。泣いてんのか。天目の旦那でも泣くことがあるんだな。ほっとけ。ほっといてやれ。うん、いいもの置いた。ほっといてやれ、お前ら。うむ。よーし。って、なんで泣けるんだよ、旦那。うむ、夢ではないのだな。怖っ。自分を傷つけるんじゃなくて人を投げるのな。うむ。お前たち聞け。この上ない難事であったが、皆の力を合わせることで、乗り越えることができたのだ。こんな時は、祭りだ、祭りやするぞ。ああ、ワンピースかな？宴ですか？すべての団が集い、大いに祝うのだ。来たー。今後だと一緒にお祭り？真珠団とだって？いいじゃん、みんなでやろうよ。それぞれの団が崇めていたのは、それぞれの神王様だった。相手が偽りの神王様を崇めているとか、争っていたのは、遠い過去になったってことよ。争っていたご先祖は驚くかもしれないけれど、私たちみんなの場所を守るために一番のやり方かもね。よし、じゃあみんなで、お祭りしましょう。翡翠地方に生きる者、皆の新しい門出を祝うのだ。めっちゃ仕切るやん。いやー、よかったねー。アルセスは？アルセスさん、どこ行った？いや、まだなんかあるなぁ、これ。ん？え、何のにっこり？何のにっこり、それ。アルセウスがいた？もしかして。あ、え、終わり？終わりですか、これ。あー、終わったー。終わったー。いや、面白かったわー。ちょっとまだやることありそうだけど。とりあえずストーリーはクリアですかね、これでね。いや、面白かったなぁ。いや、まだやりたりね。全然やりたりね。半分もちゃんとやってない気がする。前半は寄り道ばっかしてたんだけど、後半割とストーリー重視でやってたんで、まあ、サクサクいけたね。サクサクいけましたね。小梅？小梅だっけ？大梅だっけ？野党三姉妹の右かわいいよな。いやー。いやー、面白いわー。
難しいと思うけど、続編出してほしいな、また。こういう形式で。おう、偉大党だ。偉大党も普通に使いたかったんだけど。ウィンディかっけー。ビスウィンディクソかっけー。あ、こいつちゃんと思い出したら、未来の話できんのかな。ああ、ツバキね。癖あるキャラだったな。お、名前が出てこない。名前が出てこない。あ、でかすぎんだろう。でかすぎんだろう。わさびか、わさび。名前一緒だったか。あ、出た、妹おじさん。で、僕、信用死んでぶっ壊れちゃったね。いや、面白かった。ていうかさ、あれ、なんていうの、あの、細い姿。反対側にしたら、リアルガも細かったんかな。見たいな。見れなかったな。面白いね、ああいうのあんの。さあ、まあ、もうちょっとやろうかな。多分ね、クリア後の要素も多いと思うので、もうちょっと動画続くのじゃ。続くのじゃよ。ね、サブミッションとかもね、あるんでね。その辺も全部やっていきたいところですね。はい。いやー、すげえ満足感。満足感すごいわ。いや、気合入ってましたね。任天堂の本気を見た感じした。いや、ここまでポケモンとちゃんと触れ合えるゲームはなかったんじゃないですか。まあ、ポケモンスナップはちょっと触れ合えたかもしれないけど、まあ、主人公の目の前にね、ポケモン出したりできなかったと思うから。よかったですね。いや、ポケモン好きな人は絶対好きなゲームだな、これな。ちょっとイーブイの色違い欲しいな。なんか大量発生はね、なんか色違い出やすいらしいんだよね。ちょっと EV の色違い粘りたい欲がありますね。終わりかな。お !Thank you for adventuring with us. おー。いいね、このイラスト。いや、ありがとうございました。アルセウスフォンが反応している。すべてのポケモンと出会い。出たー。はい。はい、ということで、パルキアゲット。はい、お疲れ様でした。また、続きやりたいと思いますので、よろしくお願いします。